ニコラス・ロバート・ジョンソンは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州サクラメント出身の元プロ野球選手。左投げ左打。1996年に、ドラフト3巡目で、ニューヨーク・ヤンキースに入団。マイナーリーグ時代の1999年から3年連続で、ベースボールアメリカの有望株ランキングで、ヤンキース参加での最高評価を受け、マイナーリーグ版。 オールスターゲームフューチャーズゲームには1999年と2001年の2回選出された。2001年8月21日にメジャーデビュー。2002年は新人王候補の一人と見られたが内閣攻めや故障により129試合の出場で243.15本塁が58打点と期待を裏切ることになった。 2003年シーズン終了後の12月16日、ハビアーバスケスとのトレードで、フアン・リベラ、ランディ・チョートラと共にモントリオール・エクスポズへ移籍。2004年は腰を痛め開幕を故障者リスト入りで迎え、シーズン初出場は5月28日。その後は一塁種として、先発出場していたが、8月20日に打球が砲を直撃し、骨折。そのままシーズンを終えることに、 2005年は自己最多の131試合に出場。2006年3月11日には2007年から3年、総額1650万ドルで契約延長。2006年は前年を上回る147試合に出場。初の20本類代上となる23本類が77打点、110四球、初の2桁投塁となる10投塁を記録。 ほとんどの打撃部門で自己ベストを更新したが、9月23日のニューヨークメッツ戦で守備の際にオースティン・カーンズとぶつかり、右足を骨折。そのままシーズンを終え、その影響で2007年は全休。2008年は故障から復帰し、開幕から出場し続けていたが、5月13日のメッツ戦で右手首を骨折。そのままシーズンを終えることに、 2009年7月31日、アーロン・トンプソンとのトレードで、フロリダ・マーリンズに移籍。同12月18日、ニューヨーク・ヤンキースに復帰。1年契約を結ぶ。2010年5月8日、手首の負傷で故障者リスト入りし、残りのシーズンをリハビリに費やした。2011年3月17日、クリーブランド・インディアンスとマイナー契約を結ぶも、 この年はメジャーに昇格することはなかった。2012年2月8日、ボルチモアオリオールズとマイナー契約を結び、メジャー昇格を果たした。2013年1月28日、現役引退を表明した。ありがとうございます。